はい、ですね、久しぶりの動画になりますけど、ボーリングの球をね、買おうと思って、もう一個ね、一個あるんですけど、もう一個ね、この前行ったら、たまたまだと思うんですけど、スコアがね、160に初めて行ったんで、うん、もう一個欲しいなと思って、またなんか、球の色が好きなだけで買う感じなんですけど、うん、それがね、そのアウトルックっていうボーリングの球なんですけど、それが4万1000するんですね。4万1000か2000するので、やっぱ買いたいので、まあ今年の5月はねやらないってことで、うん、一応プログラムを作っとったんですけど、7月から6月はね、梅雨が来ちゃうんでできないんで、7月からやります。はい、なので、まあそんなボーリングの球3球もいらんから、まあ 2球ぐらいあれば、まあ来年の5月、来年はね5月から始めれると思うので、今年は5月なしでいきたいと思います。7月からスタートで、まあめっちゃ暑いですけどね、はい、めっちゃ暑いってことはやっぱ花火の時期なんで、夏ですからね、はい、夏から、今年の夏からやっていきたいと思います。はい、なんでね、皆さん、今年まだやってないですよね、うん、まあ、7月から第1回目ってことでやっていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。これからもね、皆さん、僕の動画よろしくお願いします。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日本当、ちょっと、初めてじゃねえな、久しぶりか。ちょっと間違えてた。久しぶりの動画だったんで、撮るときもどう言ったらいいかとか、すげえ考えちゃって。喋りにくい部分もあったんですけど、うん、今ね、言い間違えちゃったりしたんですけど、まあ、また、ね、愛犬の動画とか、いろいろ上げて、やっていきたいと思います。うん、慣れですよね。慣れてはいるんですけど、当分撮ってなかったりすると、どっから始めたらいいかとか分かんなくなっちゃうんですよ。なんで、まあっていうことで、うん、とりあえずっていうか、まあワンちゃん飼って、結構ね、自分の金なくなったんで、うん、そうですね、まあ、5月なしでよろしくお願いします。来年からは5月ありで、5月からやっていけると思います。はい。なんで、そういうことで、ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。